135-pound limit. Kyoji Horiguchi versus Ian Loveland. Ladies and gentlemen, the fourth match of the event. From the blue corner, Ian Loveland! Horiguchiは初めての苦い経験をするだろうね。 そして堀口のファンの期待をボツが裏切ることになるだろうね。イアン・ラブランドはまっすぐな目で言葉を返しました。日本のファンの言葉を代弁すれば、お前なんかワンパンで秒殺KOされちまうぞということになるのでしょうか。ラブランドは言葉を続けます。僕は堀口が戦いにくい状況を作ることができる。 それが堀口にとって初めての経験なのさ。そこには対戦相手への冷静な分析と、UFCを経験した自分の戦い方への大きな信頼が見て取れました。さあ、イアン・ラブランド、この一戦にどんな結末をもたらすのか。 From the red corner, Kyoji Horiguchi! KO率はなんと 75%。 日本の若き才能、堀口恭司の魅力を語る上で外せないのが、やはりなんといっても相手を一瞬でノックアウトしてしまうカタルシスなのです。海外で戦うことを今一番近い目標としている堀口にとって、今日の相手が UFC 経験者で 現役の立ち回りチャンピオンとなれば、自分の力を試す絶好の試金石となるはずです。 First, in the blue corner, the Tachi Palace Fights Bantamweight Champion. Standing at 173 centimeters, weighing in at 134.4 pounds, from the United States of America, Ian Loveland! Tachi Palace Bantam級現役王者が堀口を潰すのか、イアン・ラブランド。 And in the red corner, standing at 165 centimeters, weighing in at 134.2 pounds, Kyoji Horiguchi! さあ、ここからはまばたき厳禁! 堀口教授のすべてをその目に焼き付けろ! さあ、山本キッド則文がセコンドにつきました。 両者分かれます。 Run!
第4試合135パウンド堀口教授対イアン・ラブランド、うん、入るロー飛ばしました。まずは中村さん、はい、この堀口のロー、そうですね、あとやっぱり堀口選手は伝統派空手出身の選手で、このやっぱステップと前の取り方詰め方が抜群にうまいので、すごいステップですね、はい、これがこの広いケージだと、うん、より堀口選手自身は生かされるって言ってたんですけどね、それがどう出るかですけど、さあラブランドが堀口に体を合わせます。横からついて金目に押し込んでいく、この動き、この後ケージレスリングの勝負ですよね。さあそのケージレスリング、対策は練習はしっかりやってますよという堀口、上背は172センチ余りのイアン・ラブランド、一方163センチの堀口、まあ、10センチほどの身長差があるわけですが、今肘をかわしました、はい、ああいう離れ際の肘とかはまだ堀口選手が体験してないところなので、ちょっとあの気をつけなきゃいけない部分ですよね。これまではあってもパンチだったんですがね、はい、ローバーシーという音が代々木第2大会に響かした。カウンターでラブランドも返す。おー、いや、堀口選手いいっすね、やっぱ思いっきりいいな。ただラブランドもレコードの中では16勝しているうち 8KO ですから、まあ、パーセンテージでは 50%、 そうですね、やっぱ相手リーチあるんでね、うん、そこですよね、須藤さん、やっぱりあのやっぱちゃんとステップあのしっかりやって出入りすれば大丈夫ですね。キッド選手やっぱスタイル似てますね、あの出入りっていうのはこのスピード感とかも、うん、2010年に新人王決定トーナメント2回戦から登場しているシュートではその新人王を取ったこの堀口ですが、最初に誰もが口にしたのが今須藤さんおっしゃった通り、ちょっとキッドに似てるよねっていう言葉だったんですが、さあここで首相撲からの膝、気をつけて相手背あるんでね、さあそしてフロントチョーク、フロントきてますね、気をつけてください、うん、これはちょっと今頭に膝が当たりました、グラウンド状態で膝は反則ですね。今堀口は両手をついていました、はい、あとやっぱり日本人選手の場合堀口選手のパンチでどうしてもこうあの下がったりビビってしまうところあると思うんですけど、やっぱラブランドは全くノーモーションないですね。ノーモーションから左をついた、これは須藤さん、はい、いやいや、まあ伝統派空手そうまく融合しているのが堀口のスタイルなんですけれども、そうですね、もうすごい出入りステップしっかりできてるんでね、相手やりづらいですよこれ、こんだけ動かれると。ラブ選手もやっぱそのストライカーなんでね、打撃がうまいんでちょっと気をつけたいところありますよね。中村さん、この堀口のステップワーク、はい、あるいはフェイントにラブランドはちょっと動じないというんでしょうか、釣られないという意味があるんですか。そうですね、あとやっぱじりじりこうプレッシャーもかけつつありますし、やっぱローにあの右のパンチ合わせにいってるのもちょっと不気味ですよね。もう少々蹴られてもいいから、うん、合わせにいってるっていう印象もありますので、堀口選手はちょっとやっぱり入りをもっとというか、うん、さあ、どうローですけどね、はい、うん、おお当たった当たった、ついたついたついたつい、ほら後ろに倒れました、ちょっと当たったちょっと当たった、その突っ込み、さあそして体をスルスルとでいく、入れ替えと一緒に回るラブランド、このリカバリーですね、そしてはい左の肺を見せました堀口、ここ細かくいきたいですね、丁寧にいきたいですね、さあ相手を金網に押し込んでいった堀口ですが、右から一気に、おーと足を払っていった、今の足が前な、これややまだダメージ残ってますかね、須藤さんどうですかね、選ぶのは、ね、まあ、ちょっとフラッシュダウンっぽいところもあったんで、はい、うん、ただ今こうやってちゃんとその後の展開作ってるんで、これ精神的に結構きますよ。さあ堀口の右がラブランドを捉えました、ただこれ身長差あるんでね、やっぱ足絡んできますね、ここ手足長いからやりづらいですよ、やりづらいですよ、こんだけ手足長いと。堀口の方もこれまでの戦いでグラウンドのスキルを見せることなく、まあ、スタンドで勝利を決めてきたのでイメージは全くないかと思うんですが、すごい踏み込みだな、もう思いっきりですね、リバディ本当にいい踏み込みしてるな、この距離感ですよね、中村さん、そうですね、まあでもラブランドの方もちょっと立て直してきたんじゃないですか、残り時間を考えると、うん、ラブランドはちょっと効いてるのかどうなのかという、はい、うん、ちょっと効いてます、ちょっと効いてます、まあ、残りは15、はい、おー、かぶせてきます、ラブランドの右がかぶってきた、うん、この出入り
まあ、ラブランドは堀口の授業を見ながら、まあ、打撃はすごいけどちょっと荒いという感想も漏らしていましたけれども、さあ1ラウンドです。須藤さん、どうご覧になりました？いや、堀口選手やっぱりあのステップがすごく良かったんでね、まあ、2ラウンドもだんだん、まあ、ラブランド選手目が慣れてくるんで、その辺ちょっともっと、丁寧にいきたいですね。ラブ選手が言ったように荒いって言ってましたけども、荒さが強みである逆に弱点にもなりうるので、もう少し丁寧に、はい、これも効いたんでね、多分ちょっとダメージも少し残ってると思うんで、はい、まあ、2ラウンドこの調子でホールグ選手は行くべきだと思います。ラブランドも反応を見せながらパンチを受けてましたので 100% の破壊力というのは伝わらなかったかもしれません。花見越しに山本キッド乗組が UFC で戦うこのキッドが何やら一言二言声をかけました。ラウンドのポイントで言えば間違いなく堀口選手が取ったラウンドだと思うんですけど、やっぱりラブランドもあのダウンの後にすぐあの脇差して立ち上がって